大体私がこう幼少の時からこう通勤っていうんですか、歌舞伎座に通う道のりは晴海通りをこう通過して父と一緒に通ったり、まあ、母と一緒に通ったりして必ずこの和光さん通って時計があるっていう認識が常にありまして、それが登った時ちょっと感動しましたね。こうなってるんだ、銀座といえば時計台っていうイメージの方も多いんじゃないでしょうか、うん、雫石がそもそもあそこに工場があるってことはやっぱ印象的ですし、そこの中でこう働いてる方々のこの姿勢、時計のことのみ考える職人の方々が多いというか、ランク付けとかありましてね、シルバーゴールド匠とか、そういう中でこう匠になるためにやはり皆さんこう技を極めている姿とかが非常に印象的でした。今回もその時計、柿色にこうベースにした時計を作っていただきましたけれど、時計に携わる関係性で何かできていったらば嬉しいなと思いますし、こうよくいろんなことで喋るんですけど、物事は十二支とか十二時間とか十二星座とか十二で一区切りだし、時計もこう十二で、まあ、区切られてるじゃないですか。私十三題名になるわけで、十三っていうね、今まで時計にない何かこう十三をベースにしたものとかも考えられたら面白いのかなと思ったりもしてますけど、普段の色を知らないとね、柿色であることも認識されないと思うので、ぜひこの機会は柿色であるってことを皆様にも知っていただきたいですし、そういうようなお心配り、何かこう日本人の気の使い方、そういうのをこう感じながら感謝しているとともに、やはりそういうところをまあ周りの方々にもまあ見ていただけたらなと思います、ね、重みを日に日に感じ出しているので、まあ、その重みに負けないように10月31日10月1月1日また11月7日からの初日に向けてこう調整できたらいいなと思ってます。